琉球トラウマナイト、かんこどりの泣く夜、古典怪談朗読劇。琉球の古典怪談をラジオドラマでご紹介しましょう。坂又のカニマジムーン第1夜。昔宜野座あたりの人たちが名護方面へ行くときに、具滝と焼滝と呼ばれる急斜面の参道を歩いていかなければならなかった。その道は歩くときに樹木の幹を思いっきりつかまないと歩けないほどに急斜面で、そこで木を切ると全部逆さまになって谷に落ちていくほどの傾斜が激しかった。この具滝と焼滝の間には坂又と呼ばれる谷があった。そこには一番下に小さな川が流れていたという。おい、足元に気をつけるんだぞ。うん、僕大丈夫だよ。慣れてるもの。そうか、頼もしいな。その日、漁師の父親とその子供が険しい山道を縫って、坂又に笹入れ漁のために訪れていた。笹入れ漁とは、イジという植物の木の皮を剥き、それを川の上流で叩いて流すと、イジに含まれる微量の毒素が川の小魚などを麻痺させて、翌日浮かび上がってくるのを捕まえるという漁の一つであった。こんな感じでいいの？ああ、うまいぞ。しかし、イジュの汁が目に入らないようにするんだぞ。もし目に入ってしまったら失明しちゃうんでしょ。何回も聞いたよ、それ。だったら黙ってそれを守るんだぞ。いいな。はい、気をつけるね。その親子も昼間はイジュの皮を叩いて流し、夜は具滝の上の方に簡単な小屋を作って泊まることにした。ねえねえお父さん、真っ暗だね。何にも音がしないね。山というものはそういうものだ。ねえねえお父さん、ここにもマジムンっているのかな。さてな、お前はどう思う？いるよ、僕知っているもの。ほう。きっとここには風マジムンがいるんだよ。風マジムン。そうそう、船の帆だよ。それが大空でひらひらとはためくんだけど、じっと見ていたら近づいてきて、そしてガバーって襲ってきて首を絞めちゃうの。こらこら、びっくりするじゃないか。そんな話はやめなさい。父さんもマジムンは怖いんだね。怖くないよ。怖いんでしょう。もう寝なさい。はい。そうして一日目の夜はゆっくりと過ぎていった。あもフィジャーバシア、情けねえ人の、わみわたさともて、かけておちゃ。ん？何か音がしたか？しないよ。気のせいか。昔宜野座あたりの人たちが名護方面へ行くときには、具滝と焼滝と呼ばれる急斜面の山道を歩いていかなければならなかった。その道は歩くときに樹木の幹を思いっきりつかまないと歩けないほどに急斜面で、そこで木を切ると全部逆さまになって谷に落ちていくほどの傾斜が激しかった。そのため、坂又と呼ばれた谷があり、そこである親子が漁をするために泊まり込んでいた。父さん、見て見て、魚がいっぱい浮かんでるよ。昨日流したイジの汁が魚を殺した。昔の人はうまいことを考えたもんだ。
さあ、一匹ずつバーキに入れるんだ。はい。バーキとは草で編んだカゴのことである。二人は魚を次々にバーキに入れた。やがて二日目の夜がやってきた。ああ、もうこんな時間か。しまったな。どうしたの？いや、当初の予定は今日中に帰ろうと思っていたんだがな。こんなに早く日が暮れるとは思っていなかったんだ。じゃあもう一日泊まればいいんじゃない？いや、山に長居するのは良くないと言われている。山にはいろんなものがいるんだ。例えばどんなもの？お前はヤギヌムヌと聞いたことがあるか。何なのそれ？よし、じゃあ教えてやろう。山道でな、急に日が暮れるとどこからともなく獣の匂いがしてくるんだ。お前もヤギの匂いってわかるだろ？うん、臭いよ。もし山の中でその匂いがしても、絶対に口に出していってはダメだ。もし、ヤギの匂いがするとか、ヤギ臭いよとか言ったら、すぐにそいつはヤギヌムヌの餌食になる。餌食って？まぶいを取られて死んでしまうんだ。お前も気をつけるんだな。父のその言葉に子供は固まってしまった。しかしそうこうしているうちに日は沈み、彼らは昨夜と同じ小屋に戻り、そこで魚を焼いて食べた。あもひじゃばしや情けねえ人の見渡さともてかけてうちゃら。あれ？どうしたの？いや、なんでもない。やがて恐怖の夜が幕を開けようとしていた。昔、宜野座あたりの人たちが名護方面へ行くときには、木を切ると全部逆さまになって谷に落ちていくほど傾斜が激しいために、坂又と呼ばれた谷を通らなければならなかった。そこである親子が漁をするために泊まり込んでいた。父さん、一体どうしたの？お前、耳を澄ましてみろ。どうしたの？何が聞こえるの？あもひじゃばしや情けねえ人のわみわたさともてかけてうちゃら。父さん、あれって女の人の歌声だよ。どうして？静かに。気づかれるぞ。え、誰に気づかれるの？さっきヤギヌムヌの話をしただろう。山中でマジムンの気配を感じたら、それを口に出したらダメなんだ。相手はこちらが存在に気づいていると知ったら攻撃してくるんだ。父さん、女の人が笑ってるよ。僕怖いよ。声を出すんじゃない。あれは誰なの？聞くんじゃない。でも誰か女の人がいるよ。誰か、誰かいないの？誰かいないの？父さん、呼んでいるよ。ダメだ、答えるな。喋るんじゃない。助けてください。助けを呼んでるよ。助けないと。し、あれは人間じゃない。マジムンだぞ。怖いよ。助けてください。あもう
ャバシア情けね人の愛はたさと思ってかけておちゃら。あれは龍華だ。だんだん近づいている。なんて言ってるの。あれは飛車橋について歌ったものだ。悲しい歌だ。何してるの、何してるの、何してるの。その得体の知れない女性の声は今や親子の目と鼻の先まで迫っていた。その昔、宜野座あたりに坂又と呼ばれる急な谷があった。谷底にある川に魚を取りにやってきた親子がその夜眠っていると、どこからともなく女性の声が聞こえてきた。助けて、助けて、助けてください。出てきて、出てきて、知ってるの、魚を恵んでください。父さん怖いよ。その時だった。無数の小さなカニが小屋を襲って内部に侵入してきた。親子は悲鳴を上げ小屋から出た。二人は無数のカニにまとわりつかれながら斜面を転げ落ちた。二人は夢中になって逃げた。バシャバシャと音を立てながら浅い川の中を走って逃げた。だが頭の上には真っ白な女性が浮かび、高笑いをしながらどこまでも追いかけてきた。二人の皮膚をチクチクと刺し、二人は悲鳴を上げて走った。やがて二人は森の中を抜け、若干開けた場所に出てくると自然とカニも女性も消えてしまった。父さん、もう大丈夫だ、大丈夫だ。あの龍華を歌う女は何だったのか、そして襲ってきた無数のカニは何だったのか。宜野座の人々はそれらを坂又のカニマジムンと呼び、非常に恐れたという。ラモフィジャーバシア情けね人の愛はたさと思ってかけておちゃら。スクリプト小原武史、朗読父親役神崎秀俊、子供役謎の女役、演劇戦隊ジャスプレッソ井上飛鳥でお送りしました。皆さんこんにちは、小原武史です。今日ご覧いただいたのは坂又のカニマジムンという話なんですけど、
まあ、逆股っていうのはね、話にも出てきましたけど、股が逆さになった、こんなね、V 型のすごい、まあ、谷底に川があって、そこでイジュっていう、ちょっと毒のある葉っぱを、こう、すりつぶしたものを、あ、樹皮ですね。樹皮をすりつぶしたものを川に流して魚を取ってるという、親子の話だったんですけど、カニマジムンってね、例えばネットで検索してみてください、皆さん。何が出てくるかというと、牛尾と虎が出てきます。もう受注ハックでそれが出てくるんですけど、受注ハック出てくる牛尾と虎のカニマジムンは、西表だか石垣だかどっかのマングローブの林にいるような、だからカニマジムンなんですけど、あれはまあ多分作者の先生の創作なんでしょうが、沖縄で本当のカニマジムンっていうと、このギノザの坂又のカニマジムンの話なんですよ。で、これオリジナルはギノザ村の民話にちゃんと載ってる話で、僕ギノザの図書館で話をしたことあるんですけど、その時にも、なんか、紙芝居にもなってたはず、確かね。で、ギノザの人はみんな知ってて、読み聞かせとかでも、そのギノザ村の民話を読み聞かせてるみたいな、聞いたことがあったので、ぜひ、まあ、この朗読劇でもやりたいと思ったんですけど、ところがネットを検索したら、全部牛音虎なんですよね。このギノザのカニマジムンの話、あんまり出てこない。なので、ぜひこの際、知っていただきたいんですが、本編はこちらです。ギノザのカニマジムンの話。で、カニがマジムンになるって、本土ではなんか水木先生の絵とかで見たことあるんですけど、沖縄でもほとんどないです。カニマジムンの話って、ここだけですね。残ってるのは。で、これは淡水のカニなので、おそらくですね、まあ、オカガニかサワガニみたいな小さいカニだと思うんですけど、オカガニっていうのはね、月夜の晩に、山で暮らしてたカニが海で産卵するので、海の方にガバーって移動するわけですよ。で、もう、東村とか行くと道路がもうカニで埋まっちゃうから、満月の夜には警察が出たりして、こう、なんていうか、その、警備をね、事故にならないようにっていう時もあったようです。で、最近ではもう数が減ったんでしょうが、一時期は本当に道路を埋め尽くすぐらいのオカガニが、わーって移動するんですよ。まあ、そういうカニだったら襲ってきても、多分、こう怖いというか、普通にありそうな感じなんですよね。その移動する日に、例えば、キャンプする人が、海辺でキャンプ張って、まあ、沖縄の人はあんまり海辺でキャンプしないですけど、本土の人がよくやりますけどね。テントを襲われるとかね、そういうことはあるんでしょうけど、もこれは本当ね、九滝と焼き滝の間にある坂又っていう谷で起こった話っていう、なんて言うんですか、この地形、ジオロジーがもうはっきりしてる話なんですよね。で、ちょっと前にですね、どんな場所だろうと思って、GPS を頼りに行ったことあるんですよ。もう、その、九滝と焼き滝があるだろうって場所は僕行けなかったですけど、もうだって、垂直の壁に木が生えてるんですよ。で、そこを登れないですよ。ほんとね、木の幹をこう、登っても上がらないとできないぐらいのひどい場所で、だからあんなとこでキャンプやるってどうやって張ったのかなと思って、斜面ですからね。で、結構ですね、中入っていったので、なんて言うんですか。夜は、すっごい静かです。多分ね。で、静かなところで、特に沖縄の夜、キャンプなんかしてみたら、すごいですよ。ほんと真っ暗ですよ。都会のような光全くないですよ、周り。僕は久高島で、一回浜辺で夜、友達と並んでね、電気消したことあるんですけど、月がなかったから真っ暗ですよ、本当に。1時間目つぶってても真っ暗ですから。
あんな中でね、遠くで聞こえる物音がだんだん近づいてくるって、これ怖い以外に何ものでもないですよ。現代怪談でもですね、一回ヤンバルクイナの写真を撮りに行こうとしてた1960年代の人の話を聞いたことあるんですけど、当時もそのヤンバルクイナが新種として出て、そんな写真撮った人がいない。同じようにノグチゲラっていう鳥もいたので、その二つを撮りに、そのカメラマンさんは、ギノザからもっと金の方とか山の中入ったんですよね。そしたら、あるダムのそばで、そのテントで夜更かししてるときに、テントの外に、テントって布じゃないですか。布を人差し指でスーってやって音するでしょ。さーって。寝てたらその音がするんですよ。ふって顔を上げたら音がしない。でもまた寝ようとしたら誰かが指先でテントをスーってさする音がするんですよ。で、今度ゆっくり目を開けてみたら指の先だけ見えたんです。月明かりに。で、テントの周りを誰かが足を踏もうとかザクザクザクザってきて、その瞬間金縛りになったんですよね。で、ふふって女の声がして、咳払いってあるじゃないですか。これ男ってわかるでしょ？女性の咳払いがしたそうなんですよ。で、それが、いきなり近くにいたかと思うと、ふーって飛んで、すごい遠くで、なんか歌歌ってるような声がしたと。で、そういう話聞いたことがあったので、なんかこのカニマジムンの話聞いた時も、多分こんなのいるんだろうなと思って、なんか読んでた記憶があります。カニマジムに会いたい方はぜひ、金町を訪れてください。で、そこの図書館のね、秘書さんに聞くと、もっと話、わかるかもしれません。小原武史でした。それではですね、もう一本ありますので、今回は出血大サービスで、5本目は違う話が入ってますので、これを、見て聞いていただいてからまたお目にかかりたいと思います。それでは。日暮れも近い赤穂苦労な黄昏時の話である。中城のある集落の中心に商店があり、仲の良い兄弟が二人で買い物に出かけた。ようやく買い物が終わったとき、黄昏時は消滅し、辺りは暗闇に包まれていた。二人は懐中電灯で足元を照らしながら、集落の中を歩いていた。すっかり暗くなったな。うん。ねえねえ、早く帰りましょう。あれは、何かしら。二人の目の前に、いきなり数センチほどの燃えた炭の塊のようなものが、ほっと空中に現れた。すると二人が見ていると、炭火がいきなり地面に落ち、そこから火の粉のような細かい光に分かれて、そのまま視界を覆うほどに広がってしまった。これって綺麗ね。何かしら。綺麗だけど、何か恐ろしい。二人はそのまま集落の中を歩いたが、ホタルビのようなものはいつまでも兄弟の後をつけてきた。やがて二人はその美しさよりも、得体の知れなさに恐怖を感じ始め、走り出した。ねえ、何あれ、どこまでも追いかけてくるわ。二人は集落の中を逃げた。やがてだだっ広い空き地に出たところで、兄は路傍に生えていたススキを取り、それを結んで三という魔除けを作った。すると二人の目の前で蛍火は一塊になり、そのままどこかへ飛んで、
で消えてしまったという。もともと商店のあった場所にはサーター小屋、つまりサトウキビを絞る小屋があったのだが、後に火事になって焼けてしまい、以来そのような炭まじむんが出るようになったという。これはサーター小屋の火事で亡くなった人の魂なのか、あるいはサーター小屋そのものが化けて出たものかは分かっていない。このようにマジムンは何にでも化け、どこにでも容易に現れることができる。沖縄のどこにでも現れ、家の中でも、集落の中でも、そしてあなたの目の前にも。スクリプト小原武史、朗読神崎秀俊、演劇戦隊ジャスプレッソ井上飛鳥でお送りしました。ということで、スミマジムの話をね続けて聞いていただきましたが、まあこれは古品というか小さい話なんですけど、中城の民話という本にね載ってる話ですが、非常に綺麗な話ですよね。まあ、このぐらいの炭がどこからともなく燃えてる炭ですよ。落ちてきて、パッて広がると、火の粉が舞い上がりますよね。その火の粉に取り囲まれて、追いかけられるという話なんですが、まあ、本当はね、これ映像にしたら綺麗だと思うんですよね。ただ、ラジオっていうのは、まあ、これも、母体がラジオでやってますから、人の想像力に訴えかけるわけですよね。だからまあ、どこまで私の拙い脚本で、この光景が皆さんの心象として広がったかどうかわかりませんけど、まあ、もし全然広がらなかったら、私の脚本が悪いか、喋った二人が悪いか、どっちかの話なんですけど、おそらく皆さんの心の中にはね、隅に追いかけられる兄弟の話が、こう、バーって湧き起こってきたかなと思っております。で、ここで、まあ、マジムンは、炭のように広がるマジムンなんですけど、まあ、本編の中でも、本編のね、最後、三人で話すところでも言いましたけど、サーター小屋ってのは、ちょっと変わった場所で、まあ、サトウキビ絞るんですけど、サーター小屋自体が、まあ、ちょっとなんか、心霊スポットみたいなことが言われるのがあったんですね。で、まあ、なんでかなって考えても、あんまり答えは出てこないんですけど、おそらくそのサーター小屋って、結構危ないんですよ、あれ。どう危ないかって言ったら、牛に引かせて回してるんですけど、中で歯車が回ってて、で、もうこれも本当に明治とか、そんな時代の話ですよ。大正からずっとあってね。巻き込まれたらもう終わりなんですよ。安全装置とかないですよ、全く。止めるには、牛の前に行って牛止めるか、ここに弓矢とか拳銃でもあって牛を撃ち殺すしか止める方法ないわけですから、そんな危ないものの周りにこう、サトウキビを入れたりね。あるいは、誰もいないのに牛が繋がれてたら、牛って動くじゃないですか。で、そんな時に子供が見に遊びに来て転がりをしたら、そこで死ぬわけですよ。で、そういうことが、なんか続いたって話もちょっと聞いたことあるので、まあ心霊スポットっぽく言われるっていうのはなんとなくわかるんですけどね。私の近くの西原町っていうところにも、まあ大手ショッピングモールがあるんですが、そこを全部その沖縄製糖っていう会社が昔からその製糖小屋、サーター小屋を、まあ作ってたっていうね、碑文とかも残ってて、で、なんか、昔の写真見るとやっぱり全くない、何にもないこの、のっぱらに、そこだけやっぱり残ってて、で、人によってはね、やっぱりそこ出るとか言うんですよ。
まあ、場所言いませんけどね、わかると思いますが、で、そのサーター小屋っていうのに、これ多分すごい高貴だと思うんですけど、まあ、小屋ですから、そこの無事を祈って神様を祀るわけですよね。で、サーターっていうのは砂糖のことなんですけど、キビの神っていうのがいるんですよ。サトウキビの神様。で、それをね、なんか、このサトウキビの杖ってあるんですけど、杖というか、まあ、このぐらいのものを杖みたいにして置くんですけど、これ吸盆に、沖縄では吸盆にその死んだ人が家に帰ってくるんですよ。で、帰ってきて、まあ、ごちそう、クワッチーって言いますけど、いっぱい出しておもてなしをして、最後に送り返すんですが、その時に、お金と杖を持たすんですよ。で、まあ、お金はね、内カビといって、こういうなんか、お金の印のついた紙をみんなで燃やしてね。で、これ、船賃ですよ、要するにね。世の国への。で、それを燃やしたりするんですけど、もう一つその、まあ、亡くなった方は老人が多いということで、まあ、帰り道、険しかった。でも登れるようにってこの杖を置いとくんですよね。でその同じ杖を吉備の神様のところにやっぱり奉納するというか置いといて、神様がいらしたら帰っていくときにこの杖を使ってくださいっていうふうにやるんですけど、まあ五穀豊穣の神様なので吉備の神っていうのはまあどこでもやるんですけど、生産物の初穂、初めて採れたものを、まあ、お供えするというね。あるいは種を取って、タントゥイヤって言いますけど、種取り祭っていうのをやって、神様にこの、まあ、奉納するというのが、まあ、一般的な流れなんですけど、このキビヌカミは、今はだから、ほとんどないんですよね。で、キビの神様ですから、何をあげるのかと思ったら、なんか砂糖を、ちょっと持ってこうやるみたいで、普通仏壇は塩なんですけど、ただこれ問題は、砂糖をこう置いてたら、アリが来るんですよ、アリが。で、湿気で溶けるんで、砂糖は。だから、あまりね、なんか、そういう備える習慣はなくなったって話も聞いたので、まあでも一回見てみたいですよね。キビヌカミどっかに祀ってないかなと思って見ますけど、今の製糖会社さんでも多分そんなことしてないでしょうし、してたらやっぱアリが来ますよ、絶対ね。アリは大敵ですからね。まあそんなことも、サーター小屋をちょっと調べてると色々出てきましたので、面白いなと思っている次第です。まあ、サーター小屋は化けて出るというのをですね、小屋ですよ。小屋が化けて出るというのを、離島にもあったので、まあ、皆さんちょっと覚えておくと面白いかもしれません。はい。今日は、3本ね、ご覧いただきました。小原武史でした。ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。